ハロハロー。ハロハロー。昨日僕ちょっと X で多少バズったちょっとツイートがあって、これちょっとみんなに聞いてもらいたいなと思って、うん、なんか俺の嫌いな技ランキングって書いてあってます。あー、見た見た見た、はい、これでみんなの嫌いな技も聞きたいんですよね。あー、そういうことか、はい、で、まあ僕とりあえず僕のちょっと書いたやつ、はいはいはい、まあ 第6位まで、あって、第6位がクリンチした時に足の甲を踏む性格が悪いだけの意味のない嫌がらせ。あれでも聞くよ、やられたことある？あるっすけど、あれでもどう思うっすか？いや別にそこまで別にムカついてない、でもこれもう意味あんのかなっていつも。いや痛くもな痒くもないことをやってることに対してイライラするんだよね、こっちが、やられてる側が。あ、そういうことで、うん、じゃあ展開作ろうかな。なるほど、精神的にね、うん、聞くよあれ結構。いや聞くか知らんけど、うん、じゃあそれでね、新竜、うん、って結構それ得意なん知ってます？あ、得意よくやるんですよ、シューズ履いてやったり、うんうん、でまあ別にそう否定してるわけじゃないけど、じゃあ堀口戦でね、足の甲を踏んづけて堀口が「痛い」ってなって怪我した場合、俺らどうしたらいいの？は？俺らどう捉えたらいい、その結果を。おお、新竜これすごいなってなる？いや、早い、足の甲早いんじゃない？その足の甲を踏んづけで、まあ、堀口を KO したら早い、ね、もしかしたらここになんか新しい神経があるのかもしれないみたいな。いやでもカーフキックとはまた訳が違う、足の甲もう性格悪い、あれやってるやつ。でももしもなんかこの指となんかかかとでバーって潰せたら、はい、すごい的確に。あれって結構いたんじゃない？いや痛いか知らんけど、別になんかもうええわって思っちゃう、見て、別にそこまでムカつくわけじゃない。痛くないんですね、全く痛くないです、ね、しかもそれも心に効くよ、本当に。心に確かにやられてるやつムカつきそう、そういう面ではいいかもしれないですね。痛くねえし、こいつ何のアピールだよっていう。まさにジョビーなんかやられたら効くと思うよ、だから精神的に、うん、確かにムカ、それでポイントが入りそうなのもムカつく、うん、そうそうそう、それも何にも別にされてないのに。で、あの観客によってはウェーイとか言ってくる。でも効果的な技じゃないですか。そうだよ、そういう意味では。そうだよ、見直した方がいいよ、それは。だって見ててムカつくんでしょ、やられる側はどうか。いや、まあ、そこまでムカつかんけど、もういいわと思う。あともう一個言ってる、これランキングに入ってないけど、はい、それで言ったら同じようなことなんですけど、バックついてる時にお尻蹴る技、ももとか、もうええわそれ。ああと思いません？もういい、たすきかけしろ、そんなことする日もあったら。だからできないからやってるんでしょ。なんか俺だけやな、盛り上がってんのこれ。いやもうあれええわマジで。でも揉めません、あれこそ何にも痛くないよ、ケツ蹴られたって、うん、その足の甲とかケツってもう痛くないから、はい、痛いだけが技じゃないんだよ。でもそれされた時ムカつきません？ムカつくで。聞いてんじゃん。だから意味あるのか、聞いてんじゃん、うん、だからいいのか、うん、そうだよ。何をやってきてんのってケツ蹴られたぐらいで、うんうん、と思っちゃうんですけど。それは5位？いや、それすみません、順位入ってないけど今ふと思い出したけど。あ、そういうことなの。ちょっとじゃあ第6位がその足の甲踏みつけで、はいはい、第5位いきます。まあ、これにわか仕込みのフロントチョーク。あー、僕ね、フロントチョーク嫌いなんですよ、はい、そもそも。なんもうね、やるなと思う、あれ、あの技自体でイライラする俺は。あのね、何がダメかって言いましょうか、はい、下になるんですよ、失敗したら。で、しかもそのにわか仕込みのその中途半端な、そんな必殺技でもないのにタックル来た時にフロントチョークやって下になるやつ見たら、もうね、ため息出るし腹立つ。これはどうですか、石渡さん。まあそれはあの言ってることは分かるんだ、はい、にわか仕込みのフロントチョークは確かに嫌いなんだ、はい、でもフロントチョークっていうのはめちゃくちゃ効果的な技で MMA のその王道パターンの一つなんだよ。それまず否定しちゃいけないんだよね、はいはいはい、それであのなんそのにわか仕込みのフロントチョークっていうか、タックル来た時に抱えちゃうやつが嫌いなの。あ、まあ、まあそれも含めそう。だからフロントチョークじゃないんだよ。だってそう、抱え込むのもムカつく、うん、もう脇刺してやることあるやん、うん、それ中学生の怠慢だろって思うよね。はい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 。あ、いいっす、今日初めて気が入りましたね、うんうん、いやね、そうですよね。でもフロントチョークも俺思うすけどね、うんうん、で、そういうことするやつって大体下になっても立とうともしないんですよ。ただ技術不足。あ、もうで抱えたまんまでもうそのラウンド終わったりとか、そうてかもうそれはそうだね。そうですよね、うん、あれマジムカつくんですよ、見てて。てかもう下になるなと、まず上を取れ。でもね、その実際にやってたんだけど、はい、ま、その失敗して抱えちゃった時あるじゃん、はい、フロント行っちゃった時、はい、めっちゃ顔こうやってやんだよ。ああ、はいはい。
ちょっと見に来るからね。なるほどね、ポイントになるから。なるほどね。あ、でも僕フロントチョークですみません、もうちょっと言えちゃうんですけど、あの一番ムカついたシーンがその石渡さんがセコンドついてた斎藤豊 VS 牛久潤太郎。1戦目から、2戦目がもう完全効かせて、もうパウンドまとめたら多分ストップなると、いけった時に牛久が首かかってどうもフロントチョークやってて、何やってるって思って、マジで正直助かったよね。ねえ、そうですよね、今日気がいますね、フロントだけじゃでもあれ助かったっすよね、あそこパウンドでそこまでダメ、まあ、ダメージはあったけど、ダメージなかったとしたってもうレフェリーストップでしたよ。なんでそんな余計なことすんのっていう、俺だけあの今日テンション高いのマジで俺だけ酒飲んでるみたいになってるなフロントチョークに対してそんな、いやいや、やっぱ MMA を愛してるからこそマジで思うんすよじゃあちょっと次行かせていただきます。これ第4位、まあ、これちょっと批判もあるかもしれないですけど、ジャーマンスープレックス、もうねマジで腹立つんすよね。わかるわかるよ、やっぱりで、もうムカつくのが観客が湧くでしょ、あんなしょうもない技で、それも含めてムカつく。俺、あのポイントならんからな、あんな別に。いやでもなってると思うけど、なってるよ、ね、それがムカつく。わかる、それもわかる。あ、マジ気合うなね。ちょっと横ずらしてさ、はい、ポジション取ったらよくない？いや、そうなんですよ、うん、だから、ね、持ち上げてそのまま後ろに投げて、そのまま上取ったらいいと思うんですよ、うん、でもただただもうゆっくり下ろして、カッコつけるし、はい、あれも高い高いしてるだけですよ、あんな、はい、もうゆっくり落として、で観客も湧いてなんかポイント取ってるみたいな。食らってる側は全く痛くないですか？全然。てか見たことあります？それで敬語してんの。やっぱ難しいです、相手が抵抗してる中で思いっきり後頭部から叩き落としてダメージ与えるって。それは何、ランキング3位？3位。じゃあ、武田浩二は嫌いっていうのかな。それでね、こうやってランキング書いたら、わざわざ性格悪いやつメンションして武田浩二宛てに分かるようにやってきやがって。武田浩二からちょっとアクションが、リアクションがありまして、マジ余計なこと言うなと思ったんですけど、だから武田浩二がそれを引用ツイートで、ジャーマン決まると会場盛り上がるし、ジャーマンは誰でもできる技ではないから武田はやるよって。でも一回だけジャーマンやったことがあって、はい、それは本当に会場盛り上げようと思ってやった。どの試合ですか？宇野さんとやった時に。へー、でもまあダメージは正直なんないですよね、うん、ただ僕はまあダメージは与えられない。武田浩二には本当大好きだし、言ってるつもりもなくて、関根シュレックに言ってる。まあシュレックが嫌いなんだ。嫌いじゃないけど、関根シュレックがしびさーいって叫びながらジャンプやってて何の意味もないもんなって思いながら冷めた目で、だから観客が分かるがムカつく、マジで。だって普通になんか印象的じゃん、誰か投げ飛ばすっていう。いや、そうなんですけど、いやだからね、バックついたらまず僕いつも言うんですけど、足を片足入れてたすき掛けしろって言うんですよ、うんうん、だからさっきも言ったけど、後ろに投げるんじゃ投げて、もう上取れ、サイドとかつけるから。それ分からず、その後ろからケツ蹴ってケツ蹴ってしてジャーマンしてて、もう腹立つ。要はまあ技術的に未熟だと、ね、まあそうですよね。オッケーっす、ちょっと俺だけテンション上がってるけど、ちょっととりあえずランキングちょっと最後まで一回行かせていただきます。第3位、あ、これもう1位でも良かったんですけどまあこれでも技名でしか書いてないですけど、俺の中では。セブさん、お疲れ様です。おお、お疲れ。細川君、お前シトルリンとアルギニンって知ってるか？あ、よく知ってますよ、俺。マジで？はい。年齢とともに減っていく、うん、どうしたら一回当たり前だろ、その目上の鳥。年齢とともに減っていく、うん、すごく大事なアミノ酸で。そう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 、今分かってるね。シトルリンとかメロン 1.3 個、キュウリ54個とか。あ、キュウリ54個無理や。アルギニンが1パック4、うんずっとか、うんうん、食事からだけ取ろうとするとなかなか難しい。はい、よく分かってるな。ほんちょっと本当に知ってました？分かってるよ、もちろん。俺はだからその、はい、体疲れやすい人とかお酒飲む人にすごいおすすめしてる。あ、めちゃめちゃいいぞ。え、それやっぱり生物的に強くても、そう、疲れたりするんですかね？まあお前は多分難しいけど、はい、生物的に弱いからでな、やっぱり、はい、細川君、もう一個あるよ、効能が。何ですか？霜にも効くのよ。よかったでは、キックルールのっていうのがあるんですけど、はい、かっこキックルールの第3位が胴回し回転蹴り。でもそれはわかる。マジで、あんな、あれやり続けたらいいやん。じゃあどうやっても攻撃できんよ、こっち。わかる、わかるんだけど、はい、実際それを当てて KO する選手もいるから。いやいや、天心ぐらいしか見たことない。
てかもうあんなのありなのあんな駆け逃げの技。1回ぐらいは OK だね。てかそれもおかしいんですよ、1回だけ OK みたいなもん。1回で反則負けやお前の。それ何1回だけ、だって残り10秒ぐらいでやったら胴回し回転切りやったらもう時間稼げって、実質2分50秒ですよ。じゃあ1ラウンド。そんな嫌いなんですね。いやムカつきません、時間もったいないから。何やってんのお前、寝転んでお前が自分から。時間もったいないからやってるんですよ。てかもうはっきり言ってさ、これはちょっと根底から格闘技を覆すことになるかもしれないですけど、もうね背中向いた時点で負け。これ一戦いでおいて、だからもうバックハンドブローも俺はもう嫌いです正直。バックスピンキックとかだって戦いに背中向けるってもう降参してるようなもんやお前は。実際バックスピンキックとバックハンドで KO してる選手は大勢いるじゃん。まあでも俺はあんま好きじゃない。まあそこに別にイライラはしてないですけど。わけわかんないファイトスタイルでさ、なんかこうどこねしてひょろひょろひょろやってたくせによくそんなこと言う。背中は向けてない。俺はちゃんと目を見て戦いですから。じゃあ離れんなよじゃあ。どういうことですか。もう相手から離れんなよ。いや離れんなよ、そこアウトボクシングスタイルだったら許してくださいよ。でも背中向けるって。それくらいわけわかんないこと言ってんだよ。いやいやいや。でも背中向けてたらどうも戦いで背中向けるやつおる。しかもドーマージ回転切る1回転して向けて、うん、何やってんのお前って感じで、俺ならもう顔面蹴ってやるけど、それドーマージ回転切りやってきたら。だから MMA だったらまあいいと思う。あそこは続行なんで、はい、クルーで冷めるわマジで。逆に好きな技とかありますか。いやまあそれはそれでちょっと最後言いたいですけど。いやでも分からせるね、ドーマージ回転蹴り。まあ見てる側としてはイラつくけど、何1回まではオッケーみたいな、うん、何その技。だって実際それ当てたらなんか効果的なダメージは対応できるから。いやないそんな。見たことない。まあ天心が1回見たことあるぐらい。あるわそうか。結構当たるよマジですか。うん、あれは実は僕はその若い頃練習で一時期練習した時があって、はい、その当時スパーリングが本当ガチだったから試合と同じだった。石田さんそんなやるんすか。いややってたんすか。うん、どうマジ回転蹴り結構こういい角度で当たって、はい、危ないです。たんだ練習でやったらまずでそのガチだったからね昔は全部、はい、でボンと倒れるじゃん、はい、そしたらあのクローズガード落ちてくるんで相手が。はい、わかる。胴回し回転蹴りしてクローズに落ちてくる。はいはいはい。三角締め決めるとこまでやってたから。なるほど。得意だったんです。へえ、あやってたんですね。だからさっきまで息統合してたのに急に口数少ないなと思って。当たるよ結構。まず練習でマジ危ないですけどね。レガース関係ないからかかとから行くからね。かかとが顎に入るから倒れるんだよね。めちゃくちゃ危ない技やるっすね。危ない技ですよね。いやでもやっぱもうまずもうその回転運動がもう冷める。なんか回転が嫌い。回転はでもほら強いんだよ。体操じゃないんやからさ、前転すな試合中に。くる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 。自分でダンス踊ってたじゃん。ジョビンさんの試合で、ね、ジョビンの試合でダンスみたいな向き、ちょっとあとでもちゃんと目見て戦ってました。俺は背中は向けてない。背中向けた時点で俺がレフェリーならもう負けやな。じゃあ次行かせていただきます。あともう2個しかないです。第2位がこれ石渡さんなんて言うかな。でもここいぴったしと思うな。第2位けさ固め。これちょっと審査わかんないでしょ多分。何がダメかってけさ固めはわかりますよね。抑え込んで、まあ、背中向くような感じで首をロックして、あーですね、はいはいはい、あのね、やっぱ石渡さん本物のファイターなんで分かってくれると思う。あれ意味ないんですよ、はい、意味ないし、あのね、もちろんねレベル低い戦いでは決まったりして、そっからアームロックとかあんなんね、まともな相手だったらもう絶対決まらんし、まあ、バック疲れちゃう。それを やったら、うん、もうね一番嫌いで、女子格闘家とかもう今だにめっちゃ多いんですよ分かってないから何もかもが、うん、てかもう あれも背中向けてる。あの時点で負けや。けさ固め。俺の嫌いな要素2つもあるわ。こんな首抱えて、マジでも絶対良くないですよね。あれはダメだ、ね、あ、よかった、さすが。そうっすよね。それで決まっちゃうのも腹立つ。いや、腹立つ、ね、あ、うん、これはちょっとぜひ皆さんでも見てくれるの嬉しい、この意見ね。あのね、高いレベルではもう絶対ダメだから、もう女子格闘家とかで首をまずロックして、そのスタンドの状態でで、首投げして、もう首投げも、まあ、マジあんま良くない。ただ、投げるならサイドにつきたい。首投げして、テイクダウンした瞬間に、それだったら分かるんですけど、首投げして、そのままけさ固めついて、それで決まんのがまずムカつくっすね。そっちでやられる方が悪いね。やる方が悪くない。いやま
そう確かに決まるバカがいるからまだ女子格闘家でまだ流行ってるんですけど、まあ、でもほら女性の方が柔らかいから、はい、何かしらいろいろあるのかもしれない。ない例えば男子同士でも体重差があったらありじゃん、はい、まあね。でも技術あるやつでだってサトシがそれやってるの見たことあります。今朝固めそれ俺もレベル低いやつならそれで決めれたりもするけど、もうねそんなことよりサイドついた方が絶対いいんですよマジで。じゃあもうそれも一芸はなんですか。いや今朝固めもっと喋りたかったけど、でも石渡さん分かってくれるの嬉しい。分かる。じゃ僕も柔道やってたんで、はい、柔道からこう転校した時に今朝固めするじゃん。はい確かに柔道家多い。その時にもう何回も何回も失敗して首絞められて痛い思いして、はい、自分は変えてきたわけじゃないですか、はい、それを変えないでずっとやってるのは確かにね。なんだよとは思うけど、ね、自分の選手はやっぱやんないですか。ん自分の選手は石渡さんの、うん、やんないでしょ。それは指導しますよね。その今朝固めあんま良くないぞって、うん、体格基本的に今朝固めは大きい人は小さい人を抑える技だ。そうですね、うん、相当なフィジカル差があったらそれで決まるかもしれんけど、もう絶対やらんほうがいい、うん、よかった気があって。オーケーっす。でこれ第1位はねちょっとね微妙なリアクションになっちゃうと思うんですけど、堂々の第1位があの5メートル先の相手に対する前蹴り。これ分かります？一番同意できる。これ分かります？何のこと言ってるか分かります？これ。いやマジ。距離が遠いところ、明らかに届かないところからなんか前蹴りとか。いやこれね僕も揉めたくないんですけど、誰かやってるんですか。サラミちゃんがラーラ本当ら戦で本当に遥か彼方のもうお互いが金網際ぐらいの距離で前蹴りやってたんですよ。1回2回じゃなくて何回も、はいはい、絶対に当たらんから何の意味もない。いやそんなやついねえだろうと思って聞いてたから今全然ピンときてなかったんだけど、はい、その試合を今パッと思い出した。あ思い出しました。5メートル言い過ぎだ。いやいや言い過ぎじゃない。絶対俺と石渡さんの距離どころじゃないですよ。これの倍とかダルシムじゃないと当たらんから絶対に当たらんから何の意味もない。当たるだけが攻撃じゃないからね。ジャブほら当てないの出すの大事でしょ、はい、うん、でもあのジムの選手がセコンドついて5メートル先で前蹴りやってたら、あーどうしたどうしたっていうだからもうびっくりだ。でもねそれ YouTube にないんすよ。あぜひ俺はそれはもうね広めたいんですけどその動画。信じられない距離で前蹴りやってますよ。しかも結構気合い入ってえいみたいな感じで気合い入れてやってるけど、いやいや当たらん当たらんサラミちゃん、何やってるって感じで。それ一番目標いいけど、まあそれ前蹴りだけじゃなくてなんかワンツーとかなんかシャドウするシャドウするね。で、あいつら試合でね分かる。でシュッシュ言いませんってお前が音立てて音なんか手から出てるみたいな感じですな。それ一番目標、はい、でもそれだけかもしれないね。でもそうやって教わってってやれって言われてやってんじゃないの。じゃあ北岡悟が悪いって言いたいですか。まあ教えてそれやれって言ってるとしたらそんな先生おらそんな先生絶対おらはるか彼方からお前前蹴りやれってアドバイスしてる先生絶対おらん。ちなみにサラミちゃんからこれ返信あったんですよね。これなんかサラミちゃんまたこれもね俺とサラミちゃんとか揉めさせようとしててなんかまたメンションしたやつがいて、まあ、こういうなんか笑いみたいなね、バラエル M で来て、はいはいはい、で武田選手とサラミちゃんにはもう個人的に仲直りしたいって言ってもらいました。ただ僕でもサラミちゃん嫌いでも何でもないです。あの試合の前蹴りだけ本当気になっただけで全然嫌いじゃないし本当すごい応援してるんで、すいません、もうこれでも最後にする。俺も擦りすぎで、でもジョビンのサラミの話が面白いって意見がすごいあったんでこうやって擦っちゃってるけど、はい、もうサラミちゃんこれ最後にするんで、はい、あと武田選手に本当僕悪意全くなくて関根シュレックのジャーマンについて、それ誰のとかっていうことを言わなきゃいいんじゃないの。普通にその技のこととかシチュエーションのこと言えばいいんじゃないの。そうですね、うん、誰かって書いて関根さんのこと悪く言うなよ。関根さん仲いいんですか。そうだよ。いや僕めっちゃ好きなんですけど嫌われてるっぽいですよね。それはしょうもないです。そんないろんなこと言うから見当もつかんな理由がなんで嫌われてんのかわからんけど。逆に仲いい格闘家とかいますか。まあ、石渡慎太郎ぐらいですね。本当に親友って言える仲いいもん。はい。で皆さんすみません、もうちょっとだけ話聞きたいんですけど、ちなみにここに入ってないので嫌いな技ってパッと思いつかないですか。皆さんのまあ打撃でも寝技でも俺まだ思いつきそうだけどな。あまり思いつかないな。
まあ、シャドウっすよね、まあ、そのシャドウ、そのワ特にワンツーまでいくと硬くなったらジャンプでワンツーとかさ壁レスのあめっちゃ押し込むやつどういうことですか、どういうことですか、壁あの壁レスでさ、なんていうの、壁にめっちゃより寄りかかるやつ、え、金網を背負ってる側ですか、まあ、どっちもなんだけど、こうもうこんなになって押してるやつ、はいはい、押し込んでるっていうよりはなんかもうもたれかかってるだけ、あでもずっと絶対ブレイクしかなんないじゃん、ああもう時間稼ぎみたいなね、うん、確かに、ごめん、あんまいいこと言えなかった、僕あのこれ技じゃないけどいいっすか、試合終わった後の腕立て伏せ、ほんと殺したくなる、ごめん、やったことあるわ、ごめん、あるっすかもうね、お前なその余力アピール試合でやれ、あ、まあまあ、やった後だよ、やった後出し切った後、出し切ったどの試合でやったんですか、すいません、一緒に出した、いや、ファンクラスの試合でやったことある、あれイラッとするわマジで、あともう一個いいっすか、技じゃないけど負けてる側の恋、試合中のお前や、お前が行け、うん、恋とかじゃなくてお前が行け、うん、とかを僕解説配信で結構発狂していつも言ってるんですよね、あとそのガード下げて顔出すね、ああいう挑発ね、勝ってる状態だったらまだいいですけどね、うん、負けてる側がやったらイラッとしますね、逃げてたらわかるんだけど、はい、そういうシチュエーションでもなくてガード下げ、昔僕全試合やってましたねそういう挑発、マジっすか、あんまそんなイメージないけど、毎試合やってましたね、挑発それやるとき何考えてるんですか、いや来いやみたいなそれで勝ったらいいけど、たまにパンチもらってそれで負けるやつダサすぎますよねなんか挑発してコリアンゾンビにそれやってぶちのめされてマジっすか、うん、ジョン・チャンソンでしたっけ、うん、あれ強いっすもんねよくそれできましたねそんな来たとこにこう合わせてやろうと思って、あちょっと外して、なるほどね、ちょっとプランはあったから、はい、結構僕の嫌いな技ランキング全部やってますよね、うん、どう未熟だったから、ね、未熟だった、うん、でもその辺キーあって嬉しいですほとんど納得してくれたんでこんなのたまにやりたいと自分でも取ろうかなと思ったんですけど、せっかくこうやって3人になるんで、まあ、いいで言いたいなと思って、うんうん、はい、僕だけ盛り上がってましたけど、はい、まあ、一旦じゃあこれ終わります、ありがとうございました、ありがとうございました。